はーい、ついに本日ちーめろ初の本、でれれん、死ぬまで可愛い女子でいるが発売されました。イエーイ。事前に予約してくださった方、本当に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 ありめろです。見てこの本超可愛くない？ああ、顔じゃないで。なんかここがマットな手触りですごくねサラサラしてて、しかも見て内容が無理でくせんということで、今回は普段ねちーはあまりなんか宣伝とかしないんで、今回は宣伝させてくださいということで強制的に宣伝しちゃいます。はい、ちーめろの方全く興味ないよへへって方にもちょっとでも興味を持ってもらおうと、本の中身をね少しだけ公開していこうかなと思います。この本ではちーが今まで永遠の18歳だから、永遠の18年生きてきた中で経験してきたいろんなことがね書かれているわけなんですけど、その中で大きく分けて3つのテーマについて簡単に紹介していこうかなと思います。まず1つ目、これまでの歩みです。ちーが子供の頃の話だったりとか、両親のことだったり、昔ね実はこう見えてちーめろ女優を目指してましたということで、そのね劇団で活動をしていた頃の話だったり、あとはほらもうちーめろが出たテレビといえばもう超ド炎上したテレビ番組ですよ。ねテレビ番組に関してどうしてもちーは否定したい部分があったんだけど、それをずっと言えなくて、でそのことに関してももうぶっちゃけちゃってます本でなんかちーめろこうだよねああだよねってすごく当時炎上したんだけど、こうやったんやでっていう内容を、結構言っちゃったかなっていう内容を、テレビ番組出演の裏話だったり、まあ今まで話してこなかった内容も盛り込んでます。次に2つ目、マインド。この本の一番のメッセージは自分らしく生きるっていうことなんですけど、すごい見ただけで感じてると思う。ちーってちーらしく生きてるなみたいな。でそういうのって実際に普段ちーが何を思ってる、どう考えて、どんな風にして自分らしく生きてるのかっていうのを伝えていきたいなと思います。そしてみんなも自分らしく生きてほしいなっていうところを書き綴っております。そして3つ目、仕事術。ちーは皆さんご存知ブロガーだったブロガーだった、そしてカレーに転身して今はチューバーとして仕事をやらせていただいてるんですけど、どうやって、コンテンツを作っていくかとか、あとは普段仕事をする上で何を意識しているかなどなど、そういう仕事に関する話題に触れてます。なかなか普段は話す機会がないようなことも、実はこうだったんだよとか、ぶっちゃけこう思ってるんだよねとか、やっぱちーといえば小映えが多いんで、小映えに対する物申しだったりとかも書かれちゃってるんで、ぜひぜひみっちりした内容はこちらの本でお楽しみください。はい。で、そして、これは本をね、ぜひぜひ買っていただいて、読んでいただいた方に、ちーめろから切なるお願いなんですが、ぜひぜひ、ハッシュタグ、ちーめろ本をつけて、本の感想をツイッターとか、インスタに投稿してもらえると、ちーめろ、嬉しいメロ！投稿していただいたのを見つけたら、もしかしたら、ちーがいいねだったり、リプだったりしちゃうかも。なのでぜひぜひハッシュタグちーめろ本とつけて感想をシェアしてください。でもネタバレは禁止ではい、ということで今回は本日発売のちーの初書籍の紹介をさせていただきました。実はね、行ってなかったんですけど、ありがたいことに Amazon のね、本のカテゴリーでもね、ランキング1位とかね、すごい好評だったから、発売日にイベントをしようっていう話が出てたんですが、残念ながら、ほら、ニック期コロナのせいで、あ、ちょっと未来ってなとこ出ちゃったコロナの影響のため、ちょっとなんかやっぱイベントの話は、ちょっと残念ながら断念することになりました。ピエーン！で、まあもしコロナが落ち着いてきて、まあ、イベントができる状況になったら、もしかしたら開催できるかも。いや、わかんない。もうほんと早く収束してほしい、このコロナ。はい、ということで、ちびめろ初の書籍。死ぬまで可愛い女子でいるは Amazon やなんと各書店でも購入可能なので、ぜひぜひ概要欄をチェックしてください。まだの人はぜひぜひ買ってくださいね。はい、ということで、よかったらチャンネル登録と高評価やろめろー。バイバーイ。見て見て、これ。ほら、あ、サラサラ。手触り。そしてね、これね、ここだけ見せちゃっていいかな。なかなかね、この写真はね、漏れてる方。詳細は本を読んで楽しんでねー。バイバーイ。ドゥーン。